リバウンド、こぼした。キックオフで試合がスタートしました。きっちり勝ちたいゲームですね。期待に応えてほしいです。縦に出します。ボールは中央、中盤を支配して試合をコントロールしたいですね。どう展開するのか。パス前に送ってゆっくり回します。前方へゆっくりとボールを回します。リバウンド、こぼした。ねじ込め、取れない。ジューベルトシウバ前、5分過ぎました。ここで奪ってクリア。しました、ね、エジミウソン前、ここはよくカットした。ボイパクバエ前に送って、カフー右へカット。ナックも味方を探す。オフサイドです。ジューベウトシウバ左へ回す。リバウンド右、止めた。これはうまくカットしましたね。前方にフィード、止めた。ルシ前方へ。ジューベウトシウバ中盤を支配して試合をコントロールしたいですね。リバウンド左足でセーブ。キーパー素晴らしい反応でしたね。ゼロベルト縦に出します。おセンターに戻します。20分経過しました。リバウンド、怒涛のようなドリブル、守りきった。ナックモア右へ、オフサイド。ゼロベルト素晴らしいスピード、速い速い、スピードありますよね。中に入れる、スローインです。ここでファーニャ、これはオフサイド。ただいまのオフサイドシーン、今一度ご覧ください。ディフェンスの位置が確認できてませんでしたね。レベント前に出す。ナックモア、じりじり侵入していきます。中央を駆け上がります。いきなり打ってきた。先制、試合が動き始めた。カフー、ジューベ、もっと前方に叩いた。リバウンド、もっとセンタリング上げてきた。入れば同点が、しかし外れてしまった。ブラジル同点ゴールならず。これは決めてほしかった。前半あと10分です。ハドソン、ジャバ、ハドソン、いった、はじいた。これはキーパー真正面。前半残り5分です。小さく蹴り出す。左にボールが出る、チャンス、よくしのいだ。ジャバ、ファールを取られたようです。ロスタイムになりました。ジューベウトシウバ、ジャバ、ショートパス、激しい
ここで笛です。前半終了。チェンマイ1点差で前半を折り返します。さあ後半戦が始まります。チェンマイリードを守りきれるんでしょうか。ハドソン繋いでいきたいところ、ゆっくりとボールを回します。ジャバ巧みなボール、これはいけない。じっくりとパス回る。さあカウンター、来い。後半15分経過。しかしカット、ラストタッチはブラジル。ナラン素晴らしいスピードです。中に入れ、ヘッドで押し返す。スローイン、拾って、さあどう攻める。守りきった。グレベル、これはファールです。ハド、強烈な、いいカバーリングです。そこだが惜しくも外れました。ズバッと打った。これはディフェンダーに当たったか。アカラブがシュートコースを完全に消しています。リバウド、ボールを置きます。アモローゾ、ブラジル同点ゴールを決めた。エジミウソン前方にフィード、頭で落として、来た、これが入った。ゴール、ブラジルついに逆転、試合を諦めない。ゴール裏すごいことになってますよ。ただいまのシーン、スロー VTR でご覧いただいております。ブラジル、このリードを絶対に譲らないためにも集中しなければなりません。パス、ダラン、アカラブ、前に出す、ここでカット、ロナウジーニ前方へ、じっくりとパス回し、おっとセンターに、頭できた。ちょっとイージーすぎたか。すでに試合時間は85分が経過しています。ゼロベルト、マルコフスキー、前にボールを送る。今は大事につなげたいですね。ナックモア、エメルソン前方にフィード、ジュニオール、速攻、これは笛です。ここで選手交代があります。ロナウド、後半戦ついに登場です。ヘッドでつないで、ナックモア、じりじり侵入していきます。卓越したボールコントロール、ジュニオール前、オフサイドです。ただいまのオフサイド、スローでご覧ください。ブラジル交代枠を使い切りました。サムサヤ、前にボールを送る、カット、エメルソン前、三度高々とホイッスルの音が響き渡りました。ブラジル、息の詰まる熱戦を制します。